魔改造純正シャフトぶった切り短尺43インチ。ゴルフ道場ハゲパーシモンハゲです。パーシモンハゲの中古クラブ試打検証、今回はですね、まあ、ある意味魔改造、ある意味クラブそのものはもう至って普通、テーラーメイドの R9 ですね。もうこれも古いけどね、 10.5 度、これ結構カチャカチャの最初の頃ですよね。でシャフトがモトーレの 65°S なんですけど、普通にそのまんま純正ちょん切ってあって 43.5 インチの短尺仕様になってるんですよ。これだからバランスは軽いんだけどシャフト硬い、軽かった。それも 43.5 インチをこれをね、ちょっと 43.5 インチ、だいぶ硬いですよ。全然動かない、全然動かない。低い球打てそうな気がするんだけど、私の好きなね、低い球なロフトは 10.5 度なんだけど、ただねシャフトが硬いんで、で 460cc でこの長さだと相当短く感じますよ。相当短く感じる。短いね。あらららら、ヒールになっちゃって、休憩室は体ひじって、ちょっとヒールですね。やっぱね、短くなるとちょっと距離は落ちるね。ちょっと当たってはいない、ヒールだから当たってないんだけど、なんかね、ほんとシャフトがね、シャフトがただの棒でね、もう全然良かったけど、やっぱ距離は落ちますね。でシャフトが本当のシャフトがね、本当のただの棒なんで、しなりも何もないから、なんだろう、やっぱヘッドスピードもそんな出ないね。まあ、当然短いっていうのもあるんだけど、43.5インチなんでね。ほんと単純に純正をちょん切ってあるだけなんで、私の何もしない打法だとやっぱりそんな飛ばないわ。これちょっとこうガンとやってやらないと飛ばない感じ。やらないですけどね、体に悪いんで。やらないんだけど、まあメリットで言ったら短い分なんかこう扱いやすいっていう感じはあるけど、これはもうこれは即ハゲゴルフ行きだな、これは。はい、テーラーメイド R9 の純正シャフトをそのまんまカットした、短尺仕様ですね。はい、まあでも後半の3発ぐらいは全然曲がってなかったから、まあ、曲がりにくいっていうのはあるかもしれません。まあただ、なんとも言えない
感じでした。とにかくね、硬くなっちゃってるから、それが私にはちょっとなって感じでした。はい。というわけで今回は、テラメド R9 のインチカット、短尺仕様 43.5 インチを試打検証しました。最後までご視聴し、最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモンハゲでした。ごきげんよう。